ましょう。本番となります。さあ、荒江選手が今スタートいたしました。この車はインターコンチネンタルラリーチャレンジ仕様のラリーカーです。RG のシーズンチャンピオンに輝いているほか、2011年にはこの年から始まったインターコンチネンタルチャンピオンとなっています。2012年は引き続きインターコンチネンタルラリーチャレンジに参戦。最終戦キプロスではこの3位に勝利しところ狭しと披露しています。さあ、まだまだこれから新井選手が緊張を上げていきます。さあ、そしてですね、ブレーキランプが非常に面白いところで組まれますから、皆さんそちらもですね、しっかりと見てください。ステアリングの大きい、そしてブレーキのタイミング、これもプロならではの技術が見ることができます。